<laughs> そうですね、今日ね、うん、やっぱ、あのー、4月8日って4 8四八で出発で、はい、先週も苦しく言ったけどまあだいぶ苦しいよねこれはね出発,出発の日っていうことで出発の日なんですね、うん <laughs> うん、でも、あのー、出発とか旅立ちだとか夢だとか夢のない人も当たり前のようにいるし <laughs> 夢のない人いやいいんだよ夢なんか <laughs> だって別にさよくね大人はね <laughs> 子供に夢を持ちなさいって言うけどさそんな簡単に夢分かんないんだろうと思うんで僕夢ありますけどねいやもういいよおじさんなんだからまだ夢があるのかあるあるだから頑張れんだよそうなのということで今日はね出発の日だからといっても出発しない人が多いはずなので普通出発しない時 出かけない時何してるっていうことと、うん、でもそれだけじゃなと思ったんで出かけるならどこへ行くっていう2 <laughs> 二本立てで。 皆さんにちょっとメッセージを。<laughs> すごいよね。普通だったら出かけるのがどこ行くだけですよ。<laughs> テーマとしてはね。でもさ、そんなに出かけらないじゃん、みんな、そんなさ。うん、まあ意外とね。うん、ね出かけないときにどうしてんのかなっていうのを聞きたかったんですよ。はい。ということで、そんなテーマで今日はね、皆さんのメッセージを紹介します。うん、この番組は浜松豊橋のお花屋さん、花粉社ソイルフラワーズの提供でお送りします。<Yeah! Ride! S 2> ソイルフラワーズプレゼンツ。 す介の「ヘイウエスターン!」出かけないときには、うん、大作さんは何をしてますか <laughs> だか家にいるときは大体寝てるか寝てるって眠ってんの ゴロゴロ,ゴロゴロしてんの、うん、か何かしらあの取りだめたビデオ見たり DVD 見たりしてんじゃないですかねうそういう,う、うん、だから、うん、完全にインドアですよねインドアだね、うん、庭にも特に出な出,に出ないもう出たくもない出たくもない <laughs> もうインドアだなうそうまあ僕も大体本読んだりとかうーんうん、うん 庭に出る時はだから、はい、これ写真つけましたけど、うん、先週はね実家の庭であのうぐいす鳴いてるところもちゃんと動画で撮れたので,、はいはい、でそういうのを見てたりとか、うん、鳥とか、うん、あのお花を見たりとか、うん、で先週桃の花も咲きましてね、はいうん、今日の桃ちゃんなんだよ <laughs> ディレクターが千秋んじゃなくて。 久しぶりのもちゃん、華やかだもん、だって、猫が。全然違うもん。普段はね、黒だから、黒あの人、全部黒いからね。昔、黒服っていう仕事もありましたけど、今日は華やか。今日は華やかだね、全然違う、もう。テンション上がるよね。テンンショで、まあ、お花を見たりとかですね、本を読んだりとかしますけど、あと出かけるならば。 まあラーメン屋さんにちょっと行くかとかね。<laughs> うん。あと何<ー>だろうな。あこれ写真は、はい、あの冷や煮干というあの煮干しラーメンの冷え冷えたやつです。はい、冷たいラーメンなんですよ。ねうんうん、これはねあの菊川に、はいえー、今度移転しました掛川から。 移転した、うん、サスケ支店さん<ー>ここは煮干しのものが多いんですけど今回はちょっと冷やしをいただきましたので、うん、その写真をね、はいうん、くっつけました、はいまあ、ラジオ気の皆さん見えませんけどもね,ね <laughs> <laughs> いつもそんなこと分かってますけどもさあ出かけるとしたらね、はい、ら大作さんど,どうし出かけるって家族で出かかけると家族で出かけるととすると、うん、やっぱり 子供がいるんでね。はいはい、子供中心に考えるんで、やっぱそれ遊べる場所遊べる場所、うん、ですよね。遊園地とか <laughs>、うん、動物園とかさ、うん、公園とか遊園地とか一緒に乗り物に乗ったりもするんですか。あのね。最近はね。無理無理無理。もうさ乗れるやつないんだもん。<laughs> どうういことジェットコースター苦手だし俺も苦手だぐるぐる回る系も気持ち悪くなっちゃうからさ嫌だしだから本当子供小さい頃はねそれでも一緒に乗ってあげないと乗れないからさ我慢して乗ったけどもう今はさ息子さんは今でもやっぱそういうのは結構好きなんですか 平気だね平気なんだん割と子供の頃からねこう何かあジェットコースター風のものであんまり好きではなかったなありました子供の頃ジェットコースターってあるよあったのありますよあ,そう <laughs> ありますよ木製のとか木製じゃないよあそうあるんだありますよ日本初のジェットコースター後楽園遊園地ははい僕は生まれ さあちょっと後ぐらいからできたの <laughs> あそうなんだ, <laughs>、うん、だ僕行ったことあるんだけど好楽園にって、はいはい、東京のね、うん、今の東京ドームシティのところではいでんジェットコースターありましたよその時は乗らなかったかもしれないけど <laughs> <laughs> 乗らなかったかもしれないけどね <laughs> まあねでもやっぱりどっちかというと近所とか 手近なところしか行ってないかなっていうさっきのにね前は結構白跡とかね結構行きましたけど本当行けてないですねまあコロナ禍っていうのもあるからそう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 なんですよねさあ皆さんはどうなんでしょうかというところでのさんからいいておりますどこにも出かけずにいる時はマッサージ機で腰のマッサージをしたり腰に塗り薬を塗って。 ながらユーチューブを見てたりラジオを聞きながらメッセージを送っていますとなるほどいうことなんですけどね、腰どんだけ腰、うばそうですね、塗り薬を塗って私もね塗り薬は3種類ぐらい持ってますよ、効果ありますああいう塗り薬ってバンテリンとかね、よよくあるねボルタレン、それからロキソニンの塗るやつ。ははいい なんとなく慰めにはなるっていうか全く効かないってことはないですけどひどく痛む時っていうのはもうとにかくわにもすがる思いで頼るからねそういうことだね最近はねそこまでは痛くないけど痛いことは痛いんですけどそこまで痛くないからあ塗ってないんですけど僕今定期的に整体に通ってるのであっそうなんですかやっぱ腰を僕も腰を一回言わしてからねちょっと大事にするようになってあそうなんですか なんで痛めてるなんでって分かんないのちょっといっときね痛いときあったから今整体の方は女性なんですかもちろん聞かないじゃないの聞かないいやいや意外と女性もね力持ち力持ちあそうなんだまあ分かんないけどねなかなかいいですよでもあったことなか。あそう なんかでもねやっぱ定期的に通うといいらしいですねあそうなのうん定期的っていうのはどのぐらいですかまあ本当月に1回とか2回とかでいあそんな感じそれでまあちょっと強制されるそかそうそうそう体はさほらんていうの歪んでるとかそうなんですねそういうことあ、歪んでるからね姿勢が悪いから姿勢が悪いから姿勢の悪いまま同じ格好してるとそのままになっちゃったりそうですね固まっちゃうとねもちゃん整体してもらったことありますか ないよね若いもん若いもんねそ,そ,うそうだよねやめなまだ若いからいやめ、ね、<何> <laughs> なとかか変に気持ちよくなるのもどうかと思うしね <laughs> そうはいでちょっと次行こうやもやもやもう、えー、とそれで江野さんは外出する時は、うん、三島に行く時は三島大社とか、はい、源兵衛川で木の枝に止まっているカワセミを見つけては望遠ズームのカメラで写真を撮って SNS にアップし 伊豆市に出かける時は修善寺駅からバスに乗って修善寺温泉の川を眺めながらコーヒーを飲みながらラジオにメッセージしてたりしますというおしゃれだねおしゃれなんかいい時間を過ごしてますよねね桂川のところ結構いいからねいいですよなすごい眺めいいもんね景色いいしういつぞや修善寺でお寺の方の修善寺で朝の &U を聞いていたらそんなとこで聞くんですかそんなとこで聞かれてるんですか修善寺で。 お寺でそうなの<ー>、えー、ちょうど岩田の里さんが夫婦でのエピソードが読まれて山本千秋さんが大爆笑して自分もイヤホンで聴きながらつられて笑っちゃいそうになったのを我慢して笑いをこらえていました千く君大爆笑ってだってサブの方に言いながらその笑い声が聞こえるっていうのは<え>すごい入るってこと<喜>サブの音入っちゃうのなんか喜んでる ねえだって聞こえたんんだもん、ね、へ<ー>だからさ千秋んはね結構ねそういう下ネタには案外厳しいところがあるんだけど、うん、そうね厳しいだから僕らにちょっと読もうとすると「い,ね、いやいやいやそれはそれは」ね、みたいな言うんだけど、うん、自分がそう笑って終わりして喜ぶ,受け,、ね、喜ぶ受けてんじゃないかって話だよね <laughs> 本当に。 あなるほどねでも修善寺で岩田の里さんのメッセージはあんまり合わないなという感じがしますけどね,ねあのいい感じの雰囲気の中では合わないよ、うん、上から順番にメッセージ取ってるんだけどその岩田の里さんが雰囲気ってもう心配だなこんなに早くいつも最後の方にねあの読むんだけどね、えー「いきなりテーマの話ですが若かりし頃は出かけない時はせっせと自宅で子作り」。 うん、出かけた時はせっせと外で子作りでしたああ<ー>本当にウサギみたいな人ですね <laughs> <laughs> 我が家の辞書には「セックスレス」という言葉はありませんすごいねそれはいいことではあると思いますねま,まあ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 ね<ー>うん すごいいねこの人本当にで今思い出しましまた、うん、去年の年末の「ヘイウエスタン」公開生放送に、うん、リスナーさんたちがアップオンスタジオの前に集まってましたがいいっぱい来た本当にありがたかったですけどね、うん、その時に有玉放送局さんと、うん、神波の江野さんと最初の神奈美の神野さん <laughs> えと、えー、初めて会い有玉放送局さんに「あんたみたいな下ネタメッセージがあると面白いよ!」 と言われいやだから調子に乗っちゃった <laughs> そんな女褒めるから、ね、言われさらに僕は相手がいないから気持ちいいことできないなと言ったのでうん、うん、ねれ改め放送局さんが「うん、僕は自分の右手を使ってください <laughs>」と言っておきました、うん、まあ いいけどだから有田ま放送局さんは出かけるところがない時はせっせと右手で使っていいと思いますよっていうだから人のアウトですとももちゃんアウトだっつうアウトが出ましたアウトしたね左手かもしんないじゃないかねあの飽きた時は聞き手じゃない方がいいっていうああでもやりにくいよねだからいいらしいよそうなんいやちょっと待って話の凝ってしまいましたすいませんねえで えっとね、隣で話を聞いていた絵のさんも <laughs> 使ってっると思いますあの2人は人の良さそうな方でしたねもう1つ思い出しました高校生の時部活の先輩が教えてくれたんですが男が死ぬまでに <laughs> こ,のこっから先にねあんまり読みたくないこれちょっといろいろちょっとね具体的なことがいろいろ多かったりとかですねこうちょっと色みたいなのがいろいろ出てくるからちょっとやめておきましょうね。ねはい ということで昼間だからね、はい、まだね昼間なんだよね、うん、夜番組やりたくなっちゃうじゃん <laughs> 本当だね <laughs> <laughs> 年一でやろう年一でやる時間ずらして <laughs> 時間ずらして <laughs> <laughs>、えー、山川サボの妹さんはいはいこの方は大丈夫ですけいすけさん大作さんこんにちは仕事が休みで何も予定のないときはソファーに横になってぼーっとラジオを聞いています、うん、いつの間にか寝てしまうことが多いですね <laughs> ね なるべく僕は寝させないように喋ってますけどね、ああ、そっか、そうそう、夜の番組を昔やったときは、受験生に勉強させないように喋ってましたけどね最悪受験勉強なんかしちゃいけないとは言わないけれども、やっぱりそれを邪魔するぐらいに面白い番組にしたいという。なるほど、昔はね、勉強しながらラジオって、なんかセットになってましたよね、セットになってた、だから、中学ぐらいからラジオ聞いてて、やっぱり深夜放送聞きながらね。はい 結構勉強しましまたそかはかどったかどうかわかんないんだけど、うん、ラジオ聞いてるととりあえずは、ね、寝ないので勉強はしてましたよだから勉強もしてましたよ。よかったんじゃないかねなんとなくね。<laughs> うんえー、であの山川さボも妹さんは気が向くとママチャリで近くのホームセンターへ行くこともありますが、うんうん、目的がないとつい余分なものを買ってしまうので気をつけないと。 ね。百、うん、均やニトリを見ているのは楽しいけど、つい買っちゃうんですよね。後で後悔することも多々あります。うん、あ、だけどほらなんなんていうのウィンドウショッピング的に買い物に行きたい、いろんなもの見たいとか、どんなのが今出てるのかなとかって見たいことは見たいんだよね。そっか。うん、そういうのあるんですね、やっぱ。あると思います。特に女性の方はやっぱりウィンドウショッピングみたいなのをやっぱりしたいとは思うんですよね<ー>、うん。まあ男性の場合は一緒に行った場合は本当付き合いで行ってるという感じもあるんだけど。<laughs> で僕は割とすぐなんか面白そうなの見つけちゃうんで買いたくなっちゃうんですけどね、うん、あなるほどねなるべく抑えてますけどもはい、ね、そう余分なものをね買わないようにしないともう値上げの春なので暮ら<や>今は今、ね、いろんなものがね大変ですよう小麦粉とかも上がっちゃって <laughs> 小麦粉はあんま衝動買いしないけどね <laughs> うちでもだけどほらラーメン屋さんとかさそういうのも大変じゃないですか、うん ああそうだよね。材料が上がるとね。そうですよ。うん。だからタイヤさんとかね。うん。あだと思うので。はいはいそしてやっぱりどうしても値上げをせざる得ないときは来ちゃう可能性。もうそれは値上げしてた方がいいですよ。ねそうですよね。いうのはね。やっぱり継続して事業ができないと大変ですから商売できないとね。うん。はい山川さぼのよさんありがとうございましありがとうございます。衝動買いはしないようにしましょう。もうよく買っちゃうけどね。うん。 えとジビロ大好き高さん、ケイスケさん、大作さん、千秋君、千秋くん今日いない,ですくん今日いなは桃ももちゃんね、花、え、粉、ー、車社員の皆さん、s 4のルダンシュタットチーム関係者の皆さん、FM ハロー社員の皆さん、居酒屋、まっちゃんスタッフの皆さん、この春から新生活が始まった新社会人の皆さん、こんにちは。僕の周りでも人事異動があり、長年お世話になった人と離れ、久しぶりに戻ってきて、一緒にまた活動できる人もいます。なるほど。うん 人事異動のシーズンではありますけども、花粉者はいかがですか。花粉者ないですよそんな。な <laughs> <laughs> ではない。ないとりあえず人事異動あるほど部署もないし、誰もいないし。<laughs> <laughs> いやいや忘年会の時でもたくさんいるじゃないですか。ね、<laughs> <laughs> あれ何人かもうあれですのエキストラ雇った。エキストラ, <laughs> ストラ忘年会のエキストラ。わた三人しかいないんだけどさ。<laughs> <laughs> 何言ってる。で。 えーっと、今回は火曜日収録ですね。<laughs> そうなんですよ。<laughs> はい、そうなんですよ。うん、ね、大作さんは名古屋から。そう、えー、帰ってきました。ね。健康診断を置いて。健康診断。書いてある大作さんは健康診断後名古屋からクエスチョンマーク、そうなんですよ。そうなんですよ。全身麻酔で胃カメラ飲んだそうです。お、うん、れ、すごいね、全身麻酔って、本当。 寝てたらあっという間に終わるね。そう気づいたら寝ててね。おいおいおい全身マスクもやったことないし、胃カメラも飲んだことない。あそううん、もうバリウムでもって検査してあ、もう古い古い。で一回、ね、バリウムが、ね、体の中で固まっちゃったことだって結構ないし、そうめんどくさいですね。めんどくさいっていうかね、でも、ね、自分で何とかしました。へえ、何とかなるものなんですか。指でね<へ>、掘り出しましたよ。あそう。トイレでねそう。指の当たるところにはまでは組んだ。 そ,うそこまで来てんだけどどうしても出ないって固くなって固まっちゃってるからへえ怖それもう思いっきりほぐしまして、ね、<laughs> 自分で自分おか掘ってるみたいな <laughs> そういう感じですよ <laughs> <う>へえそれは嫌だな嫌でしょ、うん、だから気をつけたらですよちゃんと下剤を飲んで、うん、ちゃんと出してくっていうことしないと最近でもないでしょそんなバリウム飲むってことが今は。 皆さんはあないかもしれないですけどバリウムの量も前よりね検査の,の時に飲む量も減ってきてるんで、うん、ああそっかはいだから昔ほど味も結構昔よりはいいかなっていう感じはしますけどねそれで、えー、スムーズに収録ができているでしょうかできてます、うんね、多分ちょっと押してると思いますけどそうだ、ね、早くも。 で今週のテーマについて <laughs> ジブル大好きタカさんは「はい、コロナになってから本当に必要最低限しか出かけなくなりました自分の身の回りでもコロナに感染してしまった人や濃厚接触者になってしまった人家族が濃厚接触者になってしまい休まざるを得なかった人など結構多くいます」うん、そんな姿を見聞きしているとコロナに感染してしまうと本当に多くの人に心配や迷惑をかけてしまうのでどんなに気をつけていても感染してしまうことはあ,ーあることは分かってますが自分で気をつけることができる範囲で、えー、最低 で現必要な行動をすればいいかなだからそれしかできないからねまあそうですよねもし出かけるなら僕の場合はヤマスタジアムかエコパやはりジュビロの試合観戦ですという,、うん、ということなんですね、うんうん、まあでも今シーズンもエコパで静岡ダービューを見ただけでそれ以外は家でダゾン観戦ですということですね、うん、まあなかなか大変ですよねうんそうねうん。 コロナはね、J3 のアスルクラルの沼津8人もね、えー、選手7人とスタッフ1人<ー> 1> あの、要するにね、あんだけ大勢になっちゃって、まずいところ、この間の、えー、と土曜日の試合かな、先週土曜日か、うん、あ日曜日の試合か、が中止になって、はいうん、八戸行くアウェーだったんですよ、うん、中止になっちゃって、うんうん、で、えーと、今度の土曜日じゃないや、日、はい、日曜あさって。明後日うん 沼津でホームゲームあるんですけど私担当なんですけどすごく心配ですあどうなるかね心配ですそっかただでさえね木曜日の社会人野球がずれてしまったので私はなくなりましたんでちょっと心配してますえっと一曲いきたいと思います今日の最初の曲はですねジュビロ大好きタカさんからリクエスト頂いておりました2001年9月5日リリースの「松浦屋あやや」 はい。ね、可愛かったね。可愛いね。はい。えっ、ー、と、今日はももちゃんなんで、ももいの方もいかと思いきや、十代高さんのゲストは。こちらです。ラブ、涙色。どんな夜だったんだっていう、うん、しなね。ね<ー>ラブ涙色。ね。<laughs> でも歌ってる時は、子供でまだ出るんだよね。そ、えー、うだよね。これ、十五歳の時に歌ってましたから。うん。ちょっといけないんじゃないかというよ、ね、だよね。だめだよ。にイエイめっちゃホリデーオール好きだったね。 イエーイ、めっちゃホリデーそれはこの前あとこれはこの前かな,前かなまあみんな首かしげたけどで、ね <laughs>、ももちゃんって生まれ,て生まれたか生まれてるかこれこの大体この曲が2001年だもんでねこのあややは、えー、っと今35歳なんですけどね3児の母。 いね、お仕事は今、ちょっと休止中です、お休み中ということですも、うでも、ずっとやってたんで、8年ぐらい休んでたんですけどもね、14歳でその、モーニング娘。アンド平家みちお妹分オーディションっていうのに合格をして、芸能界入りしたという、ねはい、ことなんですけれども。平って 元気いやいましたねでもね一瞬いたけど <laughs> <laughs> い,いえももちゃん全然うんうん知らない知らないよね,いよねそうねはい春菜愛さんもちょっと写真ちょっと探してきましたけどもあそう、ね、ちょうどガニ股になったところのうん、うんね こっちのがインパクトありすぎちゃってねありすぎうだよねだから松浦綾さん出てきた時はやっぱりもう最後のピンのソロのアイドルっていうふうに思いましたねああもうグループばっかだかさあそうだよねグループばっかでしょそうだソロっていないです松浦綾っていうもう一人ですからだねそう考えたらすごいわすごいよ昔は大体みんなそうなんだけどはい 今ほとんどのグループだからそうですよね言われてみればトータル人数はめちゃめちゃ多いんですけど覚えきれない全然覚えきれないよねだから僕らでも覚えられないんで一般の方でそれほど興味ない方なんか「え誰?」みたいな感じになってる人もすごい多いと思いますよねうんはいということで「松浦選ぶ涙色」を聞いていただきましたはいえっとこの曲で「紅白」に出てで「 初出場だったんだけど、はい、21世紀最初の「紅白」のトップバッターだったっていうあ,あなるほどね, <laughs> ねそういうことね、はいえー、さてメッセージ続き読んでいきましょう鬼キャロさん出かけない時ラジオを聞いていますあなんでやっぱみんなそうだよ うん、よく考えたらでもさラジオ聞くって割とさ、うん、外に出てるとき例えば車に乗ってる時かとき、ね、か、うん、家へ帰っちゃうとついテレビつけちゃったりとかする方も多いと思うんですけどう、ねうん、お家でラジオを聞いてくださってる方は本当ありがたいですよラジオが本当に好きっていうことですよねうん、うん、ありがとうございますでラジオの投稿の下書きや上書きをしていますだってすごいねすごいね、うん 介さんの番組はテーマが1週間前に分かっているのでいろいろ調べたりできて1週間が楽しく過ごせます。ありがとうございます。<laughs> あやりがいあるなこんなふうに言われるとね。<laughs> で出かけるところはお風呂かっこ温泉によく行きますとあいいね,ね、うん、静岡県内奥美川南信州、うんえー、東美濃の、うんえー、日帰り温泉はほとんど行きましたすご,すごいすごい 奥美川と南信州と東美濃ってつっくついてるわ全部まあそうですねでも全部山あいの温泉地ですよねほとんど行ったっていうすごいねまあでも日帰りでちょうどいいぐらいの距離かそれぐらいだとねああそうか日帰りできるというね東美濃がこの中で一番遠いかなっていう感じはしますけどねツーリングにも行きますとおお えー、原付き2種、うん、125cc、なので、うん、あまり遠くへはいけないのですが、先ほど圭介さんが話していたので、月曜日に家城の右心城水目桜を見に行ってきましたっていうことで、<ー>先週その話をしたんだよ、確か水目桜1、一本だけね、うん、茶畑のちょっと丘みたいになった茶畑のところの真ん中、ボーンとすごい古い江戸彼岸桜がある。 え、<ー>うん、そう、そうなんですよ。で、そしたら、この間、津山さんがそこにね、行ってきたんだよね。あ、そうなんだ。そう,そうそう、そう、それで、まあ、そんな話をしてたんですけど。そう、鬼キャロさんも行ってくださいましたか。おお<ー>、ねうん、森町の方から山道を走っていきました。丘の上から見た茶畑に囲まれた桜はとても綺麗でした。うん、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 うん。はい、鬼キャロさん、ありがとうございました。ありがとうございました。こうやって行ってくださると、なんか。 しゃべってよかったなって思いますけどね、そうですね本当に、うんえー。3代目恋するエルニーヨーさん、えー、家にいるときはほぼ寝てます、<laughs> もう寝てるかラジオをいてるかの人がほとんど多いんでね、<laughs> で大作さんともおちゃんは寝てるということですよね、うんうん、え僕の部屋はものの散らばり具合が絶妙なもんでか、すぐに眠くなりますって意味が分か, <laughs> かんないね、ね意味が分かんない、ね、どういいい片付けなさいって言いたいよ俺は <laughs> 多分キトちゃんとかと一緒で整理整頓されてると落ち着かないタイプだと思うんです。いや、それよくないから。<laughs> キトちゃんもよくないと思うだらしない、<laughs> 主婦なんだ、大体。<laughs> えー、出かける時は、あずき餅のカインズホームに行きますよと。ああ<ー>、なるほど、はいはいね。4月になってからいつも買う商品が値上げしたような気がします。で気のせいじゃなくて、何品もから絶対も4月に上,、うん上,ね、上がってるんですよね。はい、うん えー、値上げしたブームに乗って、僕の給料も値上げしてもらえると助かりますっていうか、ブームっていうかね、やっぱ値上げって最初に本当は、<laughs> あの給料が上がってから値上げしてくんないと困るんだよ。まあそこはね、バランス取れなくなっちゃうんだよ。うん、で、まあ、給料取りの方、サラリーマンの方っていうのは、まあ、それでも会社がね、うん、全体に上げるかみたいなのがあったりするけれども、うん、僕らみたいにあの、個人事業主は。はい ちょっっととげててももらええななななないかかか思そん言ですよだったらいいですよって言われちゃうと仕事がなくなっちゃうゼロになっちゃうとアウトですからねそうだよねだから僕もなるべくその話触れないようにするから言われないように言ませないから言いません僕大作さんに言ってないんですよ大作さんには感謝してるから言ってるとこあるんだてない言ってないけど言ってないけどまあ 愚痴はこぼすこともあるからね、<laughs> そうなのね。うん。えー、そうか、あずき餅の会員ホームって、あの、あれだよね、うん。透明の近くだよね、あの、のあ味方原のパーキングエリアのほ、はい、うに割と近いところまあそうです、ね、ですよね。うん、うん、うん。そうか。えー、えー。 小豆餅のカインズホームでは外でたこ焼きとかたい焼きを焼いてるもんで匂いに誘われてついつい買っちゃいますあ、わかるわかるうん買っちゃううん、うん、醤油のああいうね感じとかねそれからあんこのああいう感じとかねはい、はい、や,やっぱりいいんだよねいいよねあれはね、うん、あとここにはないけどやっぱりソース焼きそばみたいなやつね <laughs> そそられちゃうんだよねすぐねうんでそんで今さっき発見したことがありますたこ焼きの「こ」の字を90度ひっくり返すとたい焼きになります どういと？だからこといいのにひらがなさ、九十度曲げれやさ、そういうことなんだよね。わかりました。だからなんだって話だよね。今日の僕はなんだか冴えてる気がしますって言ってるでいやいやいや。冴えてるよ冴えてる裂いてるね。リクエストもいただいております。ありがとうございます。星野弦か楽器の旦那さんですね。ね、八重姫の。あ今ね。はい。ええ、どましさん。はい。 さん大作さん、チェ君こんにちは。チェックンは今日はんですごめんなさい。いや、ることない。今日はもちゃんがいるんで華やかです。桃の花が咲いたね。桃の花が咲いた。昔の子供の時は桃の花っていうハンドクリームがありました。それは知らない。知らないか。古いんだね、僕はね。4月8日、キハ48の日ですよね。キハ48。ああ、なんか電車電車ですね。 え知らない知らないいって書いて書るよ,知らないよ昔高山本線などの普通列車に使われていたディーゼルカーですよ。余計知らないよな <laughs>、うん、2枚扉のキハ4747 47に比べて1枚扉のキハ48は 使い勝手が悪かったらしく少数派で終わり私も1回しか乗ったことはありません1回乗ったら十分なのすごいな高山本線の普通列車に使われたディ,ディーゼルカーなんでしょ 2>, <ー>で2枚扉じゃなくて1枚扉のもの普通今扉って2枚 のところ、ほとんどじゃないですか。こう、こう、そう、そう、そうです。うん。うん、でしょ一枚扉なんて、そう見たことないと。ないよね。まあんまね。うん、うん。そうなんだ。一枚扉っていうのは、新幹線の出入り口しかないか。あ,あ、まあ、そうだね。うん。うん、ね、えー。で、さて、よく行くところ。うん、最近よく行くのは、生放送しているのが見えるスタジオです。 ありがとうございます僕のところだけじゃないと思いますけどね <laughs> 角型信号機撮影のついでにアッポンスタジオに行ったり飯田線乗り鉄のついでにアッポンスタジオに行ったりアッポンスタジオ多いけど <laughs> でも両方ともついでじゃない <laughs> ありがとうございます <laughs> 狭くて危険な県道を走る剣道部の険しい道の剣道部の活動で、うんうん、静岡 県、えー、道1号や9号を制覇してから圧本スタジオに行ったり県道1号とか号9号とかあんまよく分からんなあるんだ山の方なんですかねそういうあれがね、うん。県、うん、道何百何号しかあんまり見ないんで分かんないけどね,ねうんうん、ねすげえなどの道も知ってるんだねマニアックだよねだ えー、やはりスタジオ見学は楽しいです近場なら FM 富士という独立系放送局があるので YBS 山梨放送を聞きながら前を通り過ぎるのが楽しみですどう,うどういうことやんかちょっとやっぱちょっと <laughs> かわいそうじゃないのそれは <laughs> <laughs> FM 富士聞いてないけど前は通るっていうねそういうことある山梨放送を聞いてるのに <laughs>、うん、はいドンマシーさんもリクエストくださってますありがとうございます、はい、さあ2局もいっちゃいますかね、はい、えっとね これはねリクエストしのすさ,っぽ38さんからい,ただいております、うん、1981年ですからさっきの「あや,やよりも20年前の曲になりますが、えー、寺尾明さんこれこそもう日本レコード大賞の大賞曲であり、うん、金賞であり作詞賞であり作曲賞であり編曲賞であり日本歌謡大賞も取ってダブルというあそれから FNS 歌謡祭の大賞も取り <laughs> 日本テレビ音楽祭のグランプリも取り。<laughs> オリコン年間1位、うん、1> ザ・ベスト1012週連続1位 1> ね、これねレコード出す時に、うん、あの石原プロモーションで、うん、石原裕次郎さんと、はい、その時に専務だった小林正彦さんに聞いてもらったんだそうです、うん、ねしたらねあの小林専務には「こんなお経のような歌が売れるわけがない」と言われたらしいんです <laughs> この後聞いてみればあなるほどとか思うかもしれませんけどもで石原裕次郎さんが「いいんじゃない?」 好感色だった。ということで、このレコードが決定して。すごい。いろんな対象を、ぶち切りで取ってしまったという。はい。その曲は、寺尾聰。ルビーの指輪。まあ、二年の月日が流れ去り。はい。やっぱり、若い時は。2年っていうのは。かなり長いですよね、別れた。そうだね。3年使けば、もう長いもんね。長い長い。三年で嫌になっちゃう。 僕なんだと思うだってこういろんなこう思い出すとさ2年じゃ30年とかさそういう感じになっちゃうねまあね今になるとねうんだって中学3年時はもう50年前だもんでうん <laughs> もうやだやだ半世紀前だよ中学3年すごいね でも、覚覚ええててるけどね覚え覚えてんだよねんだん自分の、ね、姿形もだんだん変わりつつそそりゃそうだよ<笑><笑>いつまでも厨房の顔してるわけじゃないよ、ね、<laughs> そうねでもさ、これベージュのコートを街で見かけるとね、はい、指輪を探しちゃうんだよね。探しちゃうと だベージュのコート着た人一体何人いると思ってるんだってだからもう常に探してるんですよ、うん、大体これ東京が舞台だと思うんですよこのまあそうでしょうねそうそう、うん、ベージュすいません」みたいな <laughs> もう危ない人で <laughs> ちょっと指見してください指見してくださいですね <laughs> 本当にベージュのコートたくさんあると思うけどまあいいや、はい <laughs> えー、今のリクエストは篠笹子3いさんですねはい、はい ありがとうございました。浜須那下城君、はい。すけさん、大作さん、千くんこんにちは。今回は第215回だそうです。そうなんだね。はい。すけさん、明日4月6日の実況期待しますよ。ああ。それは収録の明日だから。今放送されてるのは8日だからね。本当だよね。一昨日だからもう。うん。まあまあ明日ね。6日ね。ね。水曜日ね。そうなんだよ。お、8日の一昨日は川崎の試合があり。もうややこしいね。うん。 で8日のあさっては沼津の試合があるものですから <laughs> ごちゃごちゃです、頭の中。<laughs> ねえー、さて、メッセージテーマですが年を取ったせいか週5勤が疲れるようになったので、うんえー、特に用事がなければ週末は散歩お<ー>、うん、夕飯の買い物付き合いぐらいであまり出かけなくなりましたねと。とはいえ出かけるときは1日かけてツーリングしたりします。おまたツーリングすする人いね 4月2日も会社の先輩と一緒に清里諏訪大社へ行ってきましたすごい出かけてるじゃんすごいねねえ4月2日ついこの間ですじゃないかうん、うん、すごいな清里それからさらに足伸ばして諏訪大社へえ<ー>、ね、清里の人気,か人気カレー店ロックへ行ってきました写真を添付しましたあこれなの<っ>ベーコン厚切りベーコンがのってるおいしそうこのカレーの色はなかなかうまそうなねえ向こうにいるのはトマトかなこのトマトもおいしそうだな

ねえあれは結構迫力があるというか、ね、かなりリスキーな <laughs> 危危な祭りねあよねあれは危険な祭りだよねそうでもその御朱印もらってきたんだ<ー>いいねで以前過去半年前には「平いでもメッセージした通り「 死亡交通事故現場に出くわしてしまいました。そうだったね、なんか書いたときね。今回は何事もなく、無事に帰宅しました。今週末は3回目のコロナ接種を予定していますが、それ以外,には,以外は特に予定がないので、いつもの平凡な休みになります。平凡が一番です。そうだね。ね何事もなく。何もあんま残らないこのがいいと思いますよ。うんね、えー、と、まだ今日から頑張ったね。早速 <laughs> <laughs> の J ボーイかっくん、カックン。 暇な何してるっていうと当時は悪ガキ集まって電話かけまくりでしょうねっていういつの話だね中学生の時うんテレクラのはあ先週のまっちゃんのコーナーに引き継いでテレクラの桜の話がこう絶好調な今日この頃いかがお過ごししようかっていう <laughs> 何の話をしたの桜の話をしていたらなんかテレクラの桜の話になっちゃってああそことか、うん、なんかねこの番組とね、うん、まっちゃんの番組とねなんか 同じような感じになってきちゃった。いや,いやいや、一緒にされては困る。<laughs> 全然違う。だそうですよ。うん、ね、はい。<laughs> でも、なんか、持ち込んできたよ、こっちになんか。あ、そう。ね、あの、電話かけまくり、ね。ああ、の、ね、話。この人が。ええー、携帯は百科事典のショルダー型だった、あの頃。<laughs> 暇な学生が、学校近くのたまり場という。 同級生の家に行くとコードレスのコキを使ってダイヤル給付懐かしいな、ね、ダイヤル給付、うん、ありましたね当時 NTT が提供していた伝言ダイヤルサービスみたいなものですね、うん、って書いてあるけどもでそこに電話してアポイントが取れた場所に当該女性が現れるかというのをみんなで見に行くということをやっていました <laughs> もう趣味悪いな <laughs> 暇だからなせる技ですそれはワクワクしながら言ったもんです まあ、9割待ち合わせ場所には来ませんでしたよ。その時知った桜満開という言葉、皆 <laughs> さん、要は電話の桜なんだよ。電話の商売の桜の、うん、なんだよね、えーほ。今でも本物の桜を見ると思い出すな。<笑><笑>よくないな、それだ、ね。いい思い出じゃねえよな、うんあ。電話代はみんなで負担しましたよ。残りの1割の話は、まあ、ご想像の通りです。えー、車からえ9割が待ち合わせ場所に行った。残りの1割は 来たってことだよねねだだだから、ね、10人1人はたしってことでしょう、多分。うん、でだけど、車から様子を見ていると私たちはそっとその場を去って秘密基地にいてまた懲りずに遠くの腕を磨くみたいなことをして遊んでいました。で、来てくれた時きもあの逃げてるじゃん。ね、まあ要はそんなに何タイプではない、好みではないってことじゃないの <laughs> <laughs> ひどいな。ね えー、という昔の話でしたが今週一の休みにラーメンを食べに行くとそれでお休みが終わるという妙に無駄な時間の使い方無駄じゃないあでもいいんです美味しいラーメンですからって書いてあるそう,そうだねラーメンってくださいよ <laughs> <laughs> 本当に「あの、a s u 本店の,あの冷やしのラーメンもめちゃうまかった麺もすごいうまいしあひ<れ> 菊川インーの近く菊川インタの近くのマックがあるじゃん、そこにははいいマックあるね、すぐのとこね。マックの横っちっいうか、道挟んでいはい。そこに新しく、それは支店ね、支店が。本店は掛川。本店は掛で、支店はもともと本店があった掛川インターの近くにあったのが支店なんです、小さい家のね、そこから今度、菊川のところに移ったということなんですね。はい い、まあ、いろいろたくさんあちこちにあっておいしいとこいっぱいありますんでそうねああ何かしちゃった <laughs> 渡辺清人さん「はい、出かけない時何してる出かける時はどこに行く?」ですが出かけない時は家の近くを散歩したりとか漫画を読んだりとか最近では昔よく読んだゲームの攻略本を読んでいますああってすごいね「最勇気をモチーフにした「最西遊,遊記」「遊遊記」というゲームがあって小学生の時よく遊びましたそして出かける時は えー、金山博物館に行きますね下辺温泉に、えー、で、博物館に行くと先に取り体験ができるんですそこの職員さんは親切ですねかつては S さんという方がいましてよく親切にしてくださいましたっていうね、渡辺京都さんリクエストもくださってますありがとうございますありがとうございます、えー、どんどんいきますよ、はい、有田間放送局さん、うんえー、圭介さん大作さん毎度有田間放送局です 僕が大好きなダイドルドリンクのポイントの交換システムに不正ログインがあったらしくてポイント交換ができなくなりました <laughs> そうなんだ <laughs> そうなの、えー、コンピューターネットワークの裏ではズルをして利益を上げている人がいるんですねで、僕は地道にコーヒーを買って1000円のアマゾンギフト券をもらうのが楽しみだったのにな 僕の楽しみを返せばやろういやここに言ってこないと思うんですね困るんですけどね <laughs> へえそんなことあるんだねよく飲んでるからね大道をね,、うん、道ねこの人ね相手の放送さん、ね、ええー、リクエストは「バカ野郎!」と叫んでいる近藤正彦さんの「ブルージーンズメモリ」ーをかけてください、うん、ちょっと考えてさせてください来週。<laughs> バカ野郎 <laughs> コリンライターさん。はい、ええー、けいすけさん、大作さん、ちえくん、こんにちは、コリンライターです。今日ももちゃんです。はい、ええー、出かけないときは、ケーキや和菓子の写真を食べながら、ね。写真を食べながらって、どういうこと、えー。ケーキや和菓子、かっこ写真、あ、あ、写真つけてくれたって、これだ。チョコパイとか。<laughs> <laughs> チョコパイとか。ね、は,いは,いは,いはい。これを食べながら、うんえー、テレビを見たり、読書をします。結構甘いものが。これ、好きなのね。 え最近読んでよかったなと思うのは、オンダリックさんのチョコレートコスモスです。えー、芝居の世界を題材にオーディションを絡めてシンデレラガールが誕生する物語です。また、時々 YouTube を見ながらダンスに挑戦しています。最近、ランニングマンをやって、奥さんに大受ケしています。YouTube 見ながらダンスやってる、60過ぎて、すごいよ、この人。すすすすごごごいいいいねねねねランニンンンニグマンやるってうんオンダリックさんの小説面白でよ そうですよいやいろいろあのいい作品たくさんありますもんね、うん、本屋大賞も取ったりとかね直木賞も取ったりとかしてますけどねうん、うん、あ,あとね奥さんと出かける時はショッピングモールへ行って、うん、現地解散奥さんはお買い物私は映画館へ行きますああいいねそれはいいよね、うん、えー、浜市内へ行くので東宝シネマズサンストリート浜北やシネマイラへ行きます、えー、その後ショッピングモールへ戻って奥さんを積んで帰ります積むな <laughs> <laughs> 積んで帰りますね。ええー、4月4日は29回目の結婚記念日でした。お,<ー>おめでとうございましたね。ええ、4月25日は奥さんの誕生日。うん。いろいろ4月はありますね。ねで5月5日は次女の誕生日なので花のプレゼントを希望しますということでこれ大作さんにじゃあ,あはいはいありがとうございます。おますあお願いしま、ね、て年齢も全部書いてありますので。<齢> <laughs> 本当だ。<laughs> <laughs> えー、えー。 ここちらは次こそは次そ加藤さんです、はい、えー出かけるならどこへ行く出かけないなら何してる、えー、私は街中に出かける時は必ず名腕の矢島屋さんによってウィンドウショッピングをします<ー>えもちろんお目当ての書籍雑誌があれば迷わず購入しますが漠然とこんな本が欲しいという時にはさまざまな 情報は目に飛び込んできて実物を手に取ってパラパラと内容を確認できるのが良いですね矢島屋さんは月刊誌取り置きには特典があって良いですねあそうなんだんあと案内係の方がいるのも助かりますあそうなんですかいるんだ案内されたことない出かけない時には購入した書籍を読んだり趣味の手芸をしていますね。手芸が趣味なんですねいいですよねという次この沢加藤さん本屋さんもねあの本好きな方はねずっとぐる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 して あの結構時間を潰せるし最近はあ,<ー>あの本屋さんの横に喫茶店があったりとかするとこ、うんそうね、結構ありますからねカフェついてるとこ多いねすみません喫茶店って言って <laughs> カフェですね,そうですねおじさん喫茶店って言ったりねけいすけさんになっちゃうかものけいすけさん大好き主婦さん何のこっちゃね、えー、と出かけないときけいすけさんどこでラーメン食べてるかななんて考えちゃったりして 嘘ぴょんだけどなんだよエ,スエプリルフール終わったのにねクールポコ大好きえクールポコ大好き主婦になっちゃうかも何を言ってるんだよ <laughs> ケス介さん大好き主婦さんありがとうございましたそうですそうですでケス介さん大好き主婦さんからリクエストを頂い,いておりましたはいえっとねはいこれも一応考えさせてください、はい、取っときますからねはいということで「六、うんえー、月圭介さんより少し早くぞろ六66歳になる」うん、で「 うんね、健介さん大主婦さん。すぐ追いつくからね。ね、四月にはあのおにさんが、ああ、ゾロ目になりまして、<あー> <laughs> その後二ヶ月後に健介さん大主婦さんね。はい。で、そのまさに二ヶ月後そ,そ、その頃にたくさんもなるのに七月かな。なてで、で私は八月になりますね。<laughs> 同い年の人いっぱいでまだまだいっぱいいるけどね。すごいね。あれは。 こうちゃんはどうだったかねいや知らないけど <laughs> あのおじさんはねどうなんですかねうんはいということで今日最後の曲です、はい、1980年じゃなくてごめんなさい,いや80年80年だ、うん、1980年の6月21日リリースです、うんえー、YMOYMO イイエローーマジックオーケストララでディンの「ライディーン」これ作曲は高橋幸紀さん、うんね、YMO は えー、細野晴臣さんと高橋幸宏さんと、うん、そして坂本龍一さんの3人、はい、すごい人たちばっかりなんですよ。ね、坂本さんリーダーでプロデューサー、うんね、これ19、1978年か、結成がね、うんで、その80年前後の5年間で、まあ、やっぱり一世を風靡したと言っていいい5年しかやってないですよね、ねそうですね。すごいね やっぱこうシンセサイザーとかをもう駆使してですね、うん、であとコンピューターを使って、うん、いわゆるテクノポップという言葉が出てきたやっぱすごかったなと思うんですけれどもファッション性も。 すごかったと言われていてテクノカットっていうヘアスタイルがあって写真写ってますけど坂本さんの横顔のところなんか要するにねもみあげがない耳の横のところでもってもパッと切ってカットしてあるそていう髪型なんですねサザエさんです、だからカツオとかねみんなテクノカットで。 戦前の話ですけど本当は。ああ本当はね原作はね原作はね。だやっぱりこうそれまでの挑発の感じと全然変わってこのテクノカットちょっとすっきりした感じでこれがおしゃれな感じにやっぱり見えたのずいぶん流行りましたね。ということでリクエストはですねレインボーレッドさんとそれからお前さんこのお二人からライディング頂いておりましたありがとうございました。いさて来週の金曜日はは 4月15日、うん、で1983年4月15日、うん、東京ディズニーランドが開園しましたおお<ー>、ねえー、そこで来週のメッセージテーマは「思い出のテーマパーク」と、はい、いうことでうんディズニーランドももちろんね思い出に入っているくる人多いといやもう全然多いでしょう後、ねうん、楽園遊園地、はい、白黒の写真をつけちゃいましたそこは逆に少ないでしょう 減ってるでしょで<う>俺は行ったことある <laughs> 今東京ドームシティです、はい、で、えっ、ー、と狐ヶ崎ヤングランドヤングランドね懐かしいねこ,れも、まあ、この辺の人はあんまり知らんかもしれないね<ー>うん。昔は狐ヶ崎遊園地といったところです、ね、それは知らないんだよ、ね、そうなよそれはもう本当昔の話だからはい 鉄の電車が通った時にそこにこう作ったわけだからヤングランドね遊園地を作ったりするそれは西武園遊園地とかああいうの全部一緒鉄道会社ね遊園地とか野球場作ったりするのはみんな一緒だからあとはやっぱりこの近くだったらこれはパル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 いやパルパルは円鉄さんですから三島の楽寿園っていうのがありましてそれから伊豆が 白川さんとワニが写ってる写真に使いましたそれから修善寺虹の里ここの鉄腕は蒸気機関車なんですけど本物のやつがねミニチュアなんだけど本物のやつがこれ子供なんかすごい喜ぶし大人も喜ぶ SL でございますということで皆さんの思い出のテーマパーク一ついただきたいと思います大卒さんどっか思い出はね最近はパルパル行きますよ 最近でも行ってないかパルパルでもやっぱり子供がいると行きますね楽しいパルパルねパルパルはプールとか行ったなでも大人になってからだなパルパルお酒飲めるんですよああ絶対そういうとこ行っちゃうよね行っちゃうねあと私のやっぱ110とかこうヤングランドも大人になってから行きましたけどね会社就職したからねはい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  夏なんかねナンパしたりしてナンパしないし見てるだけそうな <laughs> 目の保養だねどっちでも最低だなと思うんですけどね <laughs> 今思うとね <laughs> はい ということでお花もいろいろ咲き始めましたうちの八重桜ねちょっとねつぼみがもう赤くなってきてもうそろそろかなという感じになってますね咲きますかね時期的にもねでもいろんな種類のお花が咲くようになってきたんでちょっとねまたお花の話もいろいろしていきたいというふうに思ってますんでそうですねぜひぜひ大作さんにもう何でも来てくださいましん 今日はね今日は桃の花が咲いてるスタジオなんでねそう桃ちゃんいるから桃ちゃんいるからまぶしい桃ねそう素晴らしいねどうやってんか返してもらえるんだろうはいお時間なくなりましたこの番組は浜松豊橋のお花屋さん「花粉症ソイルフランス」の提供でお送りしましたではまたお会いすましなら。バイバイ